ハバナ国立美術館はキューバのハバナにあるファインアートを扱う美術館である。植民地時代から現代までのキューバの美術コレクションや世界各国の美術コレクションの展示を行っている。ハバナ国立美術館は巧妙な建築家であり、後に初代館長となったエミリオエレディアの尽力により、1913年2月23日に設立された。設立後、 幾度回転を繰り返した後に、最終的にコロン市場の跡地であった現在の場所に施設された。1954年には建築家のロドリゲス・ピチャルドの設計でパナチオ・デベラズ・アーティスがオープンした。この1954年の建物は近年、建築家のホセリナレスにより改築されている。ハバナ国立美術館には現在、二つの印象的な建物が存在している。 一つは、キューバの美術品を扱うパラチオデベラズ・アーティスであり、もう一つは、世界の美術品を扱うパラチオデル・チェントロ・アストリアーノである。ありがとうございます。